お土産大ドラフト大会。決まったからね。6人いるから1人6、7、8個持って帰れるのか。そんなに。いやこれはねすごくいいものがたくさんあるので、うん、最初の方は特に被らずに行きましょうよ。みんな欲しいもの持って帰れるように、はい、第1巡めっちゃでください。ちょ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 、本当に全部あるこれ。いやーいいね、うん、はい、楽しい。行きます。はい、行きます。せーの、はい、やったー。はい、はい、次ね。清水が、はい、味噌煮込みうどんですね。はい愛知いいね、これこんぐらいびっくりよ。抑えておきたい。自分の県が一番好きなんだよ、ね、大好き。愛知、三重、はい、そうえで、静岡でしょ。俺、静岡なんで僕しか三重だ、三重三重あ、岐阜、岐阜か、岐阜近か。絶対これだろ。いや、絶対これでしょ、相模原。いや、俺冒険したくないもん、そんな。いや、何これ、何これ。いや、油であげてね。九州選ぶでしょ、ここは。これ邪魔だ。これ山口県の名産なんだから、やめてあげて。三重次どうしようかな。じゃあ優秀袋。この辺からもしかしたら競合あるかもしれないね。サーターとか、うん、サーターさんとかちょっと人気あるんじゃないですか、うん、いやこれは競合格好でいこう、うん、はい、まーす。せーの、はい。あ、これこれ、お、うん、何かぶらない。これかぶらない、かぶらない、かぶらない。としみつか、これなんかわからん、なんこれ。あー、刺繍の小出、小出せんべい、せんべい。あー、で、僕は明太マヨ。おー、いいね、はい、いいな。長崎一口。うわー、すごい。で、僕、ゆず七味。おー、いいね。サータンガニー。鹿児島の夢サバ。おー、いいね。なんで、なんで、絶対痛い、絶対痛いじゃん。お魚だと、これかこれだと思ったから。うん、これ冷凍だよ。え、もう食えへん。いやいや、食えるでしょ。ダメサバこれ。食べたい、大丈夫。さあ、この辺からちょっと悩み悩ましくなってくるな。正直もういいかな。そうなんだ。あれ決めた。まあこん中だったらこれかな、うん、はい、せーの。お、すごい、まだかぶんない、まだかぶらん。はい、としみつがボンカレー。え、もう何でもよくなってる。僕は代打中だから小玉スイカを。代打中、草加せんべい、ゼリー、うん、レーズンサンド。あ、うん、富山だっけ。麦芽水飴。あ、あ、ケチャー取ると思った、それ、うんうん。お、今んとこ満足している、ね、これのみんなどうなんだね。僕すごい競合しそうと思って下げたのに、京都のムライ文字ですよ。ムライ文字全然違うな。俺がそういうもんじゃないけど。なるほどね。いきます。決めまゆ。第4点、せーの、えい。おーい、おー、かぶった。じゃあかぶ、わー、取られた。いいマジか。いや、いい、ここでそれ選ぶ。いや、納得いたい。かぶってない人から油断した。僕は色わらい文字もらいました。はい、おろしあり納豆。なんで油断したな、てつや。僕、ナルトの芋。あ、それいいよね。これ、和歌山か。蘭昌門梅酒。おぉ。で、サバが、としみつと両方。へしこ被った。うん、これ、へし。はい、じゃけん。へしこか。最初はグー、じゃけん、ポイ、ダッシュ。よく好きなの選んでください。え、ここで外れで選べるのか。なんだろうな。え、なんもねえな。なんもない。なんでしょ、よくこれなんだろう。私はコーレン。コーレンでかいね。コーレンいらねえだろ。だって全国のみんなが私の剣取ってって絶対持ってるから、ね、確かに。なんかお菓子ばっかりになっちゃうな。いやな、これ。ね、あ、これうまかったよ、試食したけど。じゃあ、哲也おすすめのこれ、いただきます。うん、どこの何？山梨の信玄餅系だな、そういうやつ。おいしそう、これ。あ、うまそう。そういうことか。チョコレートお菓子って書いてあるんだけど、本当に信玄餅の仲間？仲間ではあると思う。へー。信玄って書いてあるし。そっか、次ごめん。はい、次行きましょう。はい、はい、うん、行きます。さあ、この辺からどうしよう、まいな。いやー、迷うね。行きます。せーの、よーし。これ行かないんだ。これあるよ。じゃあ、行ってほしいですか。はい、長野リンゴ&バターチャー。おいしそう。千葉の浦安のネズミチョコですね。イオンで買え。僕は野根まんじゅう。あー、最近だった、うん、はい、バウムクーヘン。うん、僕は僕とりょうくんは、もみじまんじゅうを取り合い、最初はグー、じゃんけん、こい、ったりょうがあ、これいいね、こんなんでいつまでいいね。で、こっちはりょう、常温だったよ、俺。じゃあこの、美味しそうなゼリーいただきます。はい、これなんだ。味噌、味噌ですね。これはあれですね、メインチャンネルでは紹介しなかったんですけど、僕がイオンに行ってカルディで買ってきた具沢山金山寺味噌カップっていうやつですね。それにちょっと美味しそう。ご飯だけ食べたい。美味しそうだな、これ、うん、何しようかな、なんちゃって。はい、まあ、どうなんだっけ、ちょっと、まんじゅう、こんからむずいな、マジで。
きびだんごも売ってたんだけど、きびだんごは俺岡山市長ってもう堂々としてるから岡山で書いてないんだよね。ああなるほどね、生きてんだ、うん、そういうことか、うん、いきます。はい、せーの。あ、ジュースどうしようって全部いった。もうみんないいんだ。もういい、もういい、もういい、みんな喉乾いてきた。りょうくんおしゃれにお茶持ってるから、熊本のお茶いただきます。僕が岩手のゆべし、ねぶた館。はい、山形はラブラス。僕は桃の恵みかぶりというんで、くそー、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょい。あー、やば、どうしようだね。いいよ、マイフェイバリットバイク。硬いせんべい残りすぎです。これですよ。かわらせんべい地味にいいな、うん、まあいただいておきましょう。うん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 。いや、こっからですよ。うん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 。いいだろう。いやでもさすがに、いやね、別にこのお土産たちが悪いわけじゃないんですけどね、いかんせんちゃんとね、我々ナウでヤングだから。ちょっとテンション上がらないもんではある。はい、はい、いきます。きた、はい、はい、せーの。おい、おい、またかぶった。なんだこれ。待って、やった、実用的な人がいる。どこさんだっけこれ。これは奈良、奈良か、奈良さんの歯ブラシいただきました。ありがとうございます。岡山の大手まんじゅう、りんご並木、これは高知、山形、長野、長野、長野、生姜おこし、大阪、うん、で、なんだっけ、どこだっけこれ。和歌山、和歌山の具沢山味噌、うまそう。ちょっと今食いまーす。最初はグーじゃけん、最初はグーじゃけん、おい、よっしゃい。じゃあ何にしようか。さぞ、ごめんなさい、じゃあこれいただきます。あー、いいんじゃないですかね。なんだっけ、俺はもうちょっとこうなるの、ちっちゃい頃みんな食ってみる、うん、あ、美味しそう、うん、うまそうじゃん、めちゃくちゃ、いいじゃん、いいな。何食ってんの。待って、でも博多コーレンがめちゃくちゃ美味しい可能性ある。コーレン、なにコーレン、なにこれ、ちなみに おせんべいっぽいですね。もう、漆だね。うちまい。そう、なんかせんべいって上白糖食塩って書いてます。なんなんだせんべい。めっちゃうまいのこれ。名古屋にリンゴが入ってるみたいな。すごっ。じゃあいきます。第70戦いけるぞ。迷う、どっちでしょう。せーの、よしよっ。よっしゃー。え、あ、うまっ。おー、マジ。違う、ごめん、今ね、こうやってやったけど指さしたところがこうなっちゃってたから。実は言うとサラダ自慢だった。あ、でもじゃあこれでしょ。じゃあこれでしょ。はい、僕はもう素直にサラダ食べます。いいですね。はい、僕はもうクーズのアルバム大好きなんで。よろしくお願いします。すごい、ちっちゃすぎて指さしたら浮いちゃいました。で、俺と夢丸もサラダ自慢かぶりました。じゃんけんですね。じゃんけんぽい、イエーイ、チクショー、じゃんけんぽい、イエーイ。芝居なんか選んでいいですか。買ったそうだな、これ全米な。美味しそうだね。これが硬いな。子供に食べさせてあげたら。いや、これも硬いな、これも。家庭もん4つと本がいいかもって、なんか。面白そう、でも。これで。はーい。僕は。おー、そうか。で、おー、腹から。3つしかない。じゃあ、じゃんけんで勝った人だけがいけるってこと。じゃんけんで勝った人だけがもらえると。はい。これ指さしてかぶったらじゃんけん。あ、なるほどね。いきます。せーの。よし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 。嘘だろ。よかったじゃん、実は。はい、僕、山口さんの、マイフェイバリットバイクですね。これ、もちろん1巻も買ってくださいね。え？なかったら2巻と4巻しかなかった。2と4巻しかなかった。で、お入りはかぶりが僕と芝居ですね。はい。じゃあ、じゃんけん。あんまりいらないものを取り合わないといけないから。いきます。最初は、じゃんけん、はい。あ、勝ちました。勝ちました。私もこうね、最初はグー、ジャケっぽい。はい、一個でしょ。はい、一個でしょ。あ、違う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 。というわけで、というわけで、もう全国津々浦々のお土産いただきました。ありがとうございます。こんなのよね、楽しい。もっとあれよってあったら、ぜひ書いてくださいね。あ、そうですね。私たちの件、これ買われてたけど、本当はこれなんだよ、みたいなのを教えてください。もろこしうどんとか、でもさ、もろこしうどん、あるあるある。なんそれ、何もろこしうどんって。岡崎市でさ、え、そっち、え、岡崎市の名物、もろこしうどんは誇れるだろ。いや、全然食ったことないよ。知らない、知らない。えぇ、ほらほら、りょうくんだけ岡崎の僻地に住んでるから。違う違う違う、もろこしうどんはみんな知ってるもん。マジで聞いてる。言ってたでしょ。県民賞でいつもサメ食べて見てるもん俺。もろこしうどんはちゃんとポピュラーなやつ。やめてほしいなって。食べた方がいいよ。もろこしうどんのね、誇りない。本当に知らない。言ってたでしょ。本当に一貫食べたことない。もろこしうどん、もろこしうどんは今初めて聞いたところだもん。マジで。本物が入ってるの。岡崎観光年なしじゃないよそれ。え、とうもろこしうどんだろ。なんか、あんのスープのトウモロコシがバーっていっぱい入った。トウモロコシ入ってる、うまいの。
めっちゃうまい。いや、すごい。うどんにとコーンが入ってて美味しいな。いや、めっちゃうまい。どこで食えんのそれ。もう有名なところだと釜あるとか。釜ある食えるよね。そうなの。あるんだ。え、でも結構どこでもあるでしょ、カルビのうどん屋なら。ちょっと、別の会社で取ろう、これ。東海オンエア、もろこしうどんを食うっていう作戦。いや、お前食べた方がいいぞ。いや、わかんない、俺。どうそれは食べちゃう。なんで今まで食べに行こうよって言わなかったんだよ。うどん食べに行こうぜってあんまならなかった。え、今日それ食べてる。ありだな。いや、今日はいいや。なんで味があるもん食いたい。じゃあ今日満腹やね。いいよ。あ、でもギリあるな。ほら、3人もいる。というわけで、今日のサブチャンネルここまで、さよなら。回して、はい、止めて。